左手で書かれた文字から力強さが感じられます。真っ赤に咲いた梅はまるで冬を忘れたようで、石の上に咲く蘭は逆光をかき分けてきた作家の姿を見るようです。目の前に開かれた宇宙の銀河系はまるで異次元から来たような感じがします。韓国最高の左利き書画家であると同時に、北東アジアでも珍しい両利きの作家である韓国中国書画交流協会カエイのイ・ヨングン会長の3回目の個展が5日から11日までインサードン韓国美術館で開かれました。今回のカエイのイ・ヨングン詩書画展では、イ・ヨングン会長の詩書道文人画、抽象画など美学要素が結集された作品が公開されました。이번전시회는제가16년만에하는전시회가됩니다특히이번전시회는제가중국과교류를서화교류를한지가22주년이되는그런해이기도합니다그래서제가한2년전부터문인화를제가배우기시작했고요또추상화를중국그선생님으로부터제가배워서이번전시회제가서예와문인화와추상화를같이전시를하게되었습니다이작품은이제용상복무라고썼습니다용이비상하고봉황이춤춘다는그런뜻입니다한개인이나나라나그행운이오고국운이상승하는그런기운이있다고봅니다저나또우리대한민국이이렇게용상복무하는그런한해가내년에되기를저는바랍니다今回の展示会では書画のほか、韓国ではこれまでに公開されなかった抽象画作品が公開され、韓国と中国、東洋と西洋の古典と現代を往来する新しい作品の世界観を見せてくれました。観覧客たちは力強く轟くようで、かつ柔軟な作品に感嘆の声を上げました。特に東北アジアでは希少とされる両手を自由自在に駆使して完成した書画作品は、韓国や中国の書画家より秀逸であるとの評価を受けています。今回の展示会では左と右それぞれの手で完成させた作品が半分ずつ公開され、固定観念を逸脱した芸術の多様性を感じることができます。今回の展示会では右と左それぞれの手で完成させた作品を半分ずつ公開し、固定観念を逸脱した芸術の多様性を感じることができます。固定観念を탈피해서새롭고또남한테남으로부터건전한비평을받는것은그건수용을저는해야된다고봅니다단지그시대나어느시대나그시대정신이있기때문에예술도그시대정신에맞게끔고전을바탕으로해서자꾸진화되고발전되고창조되는것이저는예술이라고보기때문에다양성을추구한다는측면에서는그시대정신에맞게끔변화되어야된다고저는생각을하고있습니다イ・ヨングン会長はこれまでも中国での活躍とともに、多くの中国の書画家と交流しながら、韓国・中国書画家の架け橋として活躍してきました。2010年には中国・リョンヒャン会館で韓国・中国書画作家36人が20メートルに達する超大型用紙に一つの書画を完成させる珍しいパフォーマンスにも韓国代表書画として参加し、イ・ヨングン会長独自の世界観を全世界にアピールしました。イ・ヨングン会長は来年北東アジア初の金剛山で、韓国、北朝鮮、中国、台湾など分断国家4カ国の作家たちが集まる書画フォーラムと、韓国、中国、ロシア3カ国の書画作家たちの交流展の開催を予定しており、国家間の架け橋を担う人物として重要な位置に立っています。 NSP 通信、金城若菜でした。